モン。今回はスキルドロップ天川美久と鎌下結衣がお送りします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、このラジオはこの世界はスキルにあふれているがコンセプトの儚いアイドル像とは裏腹に、スキルメンバーがゆるくトークやリスナーさんからのメールも読んだりする30分ラジオです。イエーイ。やってきました。やってきました。鎌さん、お久しぶりです。お久しぶりです。かなりお久しぶりです。お久しぶりです。イエーイ。早速なんですけど、はい、今日は6月24日、鎌、うん、さん、明日は何の日ですか？あ、私のお誕生日です。花火。花火ドン。あんまり嬉しくない。え、なんで？もう大人になりたくないです、これ以上。鎌さんが先に23歳になります。先に23歳になってしまう。え、そうじゃないですか。そうだよ。私の方が2ヶ月早いから。3ヶ月。あれ ?3 ヶ月だ。え、ちょうど3ヶ月。そっか。うん、え？え？ 7、8、9。おぉ。かましたって、頭悪い。頭良くない。暗算できない。手を引くのか、いまだに。なんか時計とか、うん、あの、丸じゃないですか、うん、あれをこうやってあの1、2、3、4って頭の中で飾ってる。それミクでもできるよ、多分。え、暗算でですか？分かんない、やったことない。12時の5時間前とかやっても分かるんですか？え、分かんない、分かんない。え、分かんないですよね。ですよね。 え、こうやってやる、頭の中で。え、前ってどっち？こっち。こっちか。左。11、10、あ、待ってよ、こうやってやりながら全部分かんない。そんな2人です。01ライン、頭弱いと思われちゃう。やばいやばい。ダメ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 です。なんか、じゃあ22歳の思い出を語る。22歳の思い出はあのスキー色で溢れてましたね。確かに。もう6月だから、うん、誕生日来て、誕生日来る前かな、オーディション受けたの。え、初めて会った時22だった。はい、7月の10日な、か8日かなんか、その日1週目だったから、オーディション受けてて合格通知もまだだった気がする。なんかもうちょっと待ってくださいみたいな感じで、ドキドキ待ってる時でした。一番ドキ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 で迎えた誕生日だったの。はい、どうなるんだ私はっていう感じでしたね。スキドに入れよう、1年後は。いるよ。地球で迎えてるよ。何してるんだろうな。何が？前日は何してるんだろうね。仕事入ってるといいな。何してるんだろう。やることない。みんなでお祝いしようよ。お祝い、みんなでパーティーしようよ。パーティー、そんなみんなでケーキ買ってきて食べる。かわいすぎる。なんかね、あったの2年ぐらい前は。みんなでなんかケーキとか食べてたの。集まってですか？なんかたまたま遠征とかかぶってて、そうやってた。やろうよ。なんかがあればね。うん、お仕事があれば。お仕事があれば。買っていきます。みんなでやります。メンバー誕生日ガチでやります。ちょっと今頃待機。ね、待機してることでしょう。22歳。じゃあ明日は。ケーキを一人で食べないようにみくちゃんを呼んでください。やったー。何ケーキがいいですか？知らない。カマが好きなケーキ。え？なんでみくがケーキ選んでいるの？好きなケーキは？なんだろう、チョコかモンブラン。おモンブラン好きそう。モンブラン好きです。栗だからだ。いつもみくさんのお父さんが栗のやつを持ってきてくれるんですよ。あ、買ってくるね。そう、あれマジで好きです。あれ、カマとサイカワから好評で嬉しい。サイカワと食の好み似てるから、ね、あれまた買っていきますよ。やったー、お誕生日プレゼントで。やったー。誕生日パパなのに。パパなのに。ミクさんの許可が置いちゃった。おめでとうカマ。ということで、ふつおたを読んでいきます。はい。
スキーロドロップの皆さん、こんばんは。こんばんは。先日公開されたきっと夏のせいだ MV 早速拝見しました。ありがとう。涼やかで伸びやかな感じのメロディーが最高で、今年の夏は鬼リピート確定ですね。バスラツアー大阪公演のチケット取れましたので、会場に大いに盛り上がれるのを楽しみにしています。さてドラマパートですが、天川美希ちゃんだけ制服の第一ボタンを外しリボンも緩めてるのがなんか気になります。あれは監督さんの指示なんですか、それとも息が苦しかったから勝手に外してただけ。MV 撮影の裏話があれば話してもらえると嬉しいです、とのことです。息が苦しかったって何ですか。デブですってことですか。第一ボタン外してたのは何ですか。これはたまにその MV 見てくれたファンの人とも話すんだけど、びっくりしたのが全員第一ボタン閉めてて、逆に存在しなかったの、第一ボタンまで閉めてる子が。ああ実際に、学生の時になんか閉めたことなくって、うんうんうん、びっくりした逆に。あ、え、閉める子なんだなみたいな。みんな閉めてる、あ閉めてるみたいな、いやでも閉めないよな普通。やんちゃだったんですね。やんちゃな学校感じだった。え、待って、やんちゃはさ、第二ボタンまで開けてない。おだった。放課後になったら第二ボタンまで。そんな子いなかった。え待って、そんな子いなかった。また埼玉とか言われちゃうから。え、第一ボタン開けてたけど、でもリボンで隠れません、開けてても。あ、なんかリボンしたことなくて、学生時代ガチネクタイだったの。え、違う違う、リボンつけないみたいな。違います。違います。そう、ネクタイだったから、ネクタイもこうキュッて締めないタイプだったから、みんな、うん、ゆるゆるな。そう、ゆるゆる、なんかちょうどちょっと空いてるぐらいの。へぇ、逆にびっくりしたの、あの MV で。真面目が揃ってました、スキルロンさんは。っていう感じ。そうなんですね、うん、監督さんの指示ではなく、ではなく美希さんの、ではなく美希さんファッションでした。すいません、なんか気になったらしいわ。すいません。すいません。すいません、これはデフォ。デフォです。デフォです。 MV の裏話、裏話なんかありますかね。え、なんだろうね、あるなんか、うん、MV じゃないけど、うん、あのアクスタの撮影をしたんですよ。ああ MV 衣装で、制服の、うん、あしたね。でも靴がなくて。そうなんだよね。靴がなかったんですね、その足まで映らない MV みたいな感じで、うん、あの靴がなくて、うん、だから靴下と靴を全員回して使った。アクスタの撮影、アクスタの撮影で全員で共有してた。1個をね、カノンさんの靴下とサイカーのローファー、うん、ね、かわいい。うちら本当にみんなで使ってました。でも別に誰も嫌がらないのがかわいいですよね。かわいいよね、かわいいよね。別によくねって思わない。いいのとか言いながら、逆にありがとうって言って借りてた。使っちゃっていいの逆にみたいな。あれしかもさ、撮ってる時さ、あの飛び箱、そう、飛び箱のね、飛び箱の一番上の白いなんかマットみたいなやつに乗って撮ってた。あれは何のため？高さ調節？え、何のためなんですかね。何のためなんだろうね。切り抜きやすいとかかな。かな。編集の時。なんでなんだろう。白いから。何なんだろうね。足元まで映ってるから。なんでここに乗るんだろうって思いながら。思った。なんかあれごと入るのかなって思ってました。いや、そんなわけない。アクスタ。そんなわけない。飛び箱の上の1の部分から。なんかあの、あそこが土台みたいな。いやいや、そんなわけない。そんなわけないか。それはない、絶対。え、そうなのかなと思いながら撮影してたんですけど。綺麗に切り取られてましたね。切り取られてたね。ミキさんカメラ持ってて可愛かったです。なんか持つのなくて、うん、あどうしようどうしようって言ってたら、なんか貸してくれたんだけど、あれめっちゃ高いやつらしい。やばい、おどおどしちゃった。やばい。カメラ部でしたよ、私。え、実際に。はい。え、高校生の時。写真部か。知らなくてやばい。写真部。初出しでやばい。じゃあ続いて。はい。ラジオネーム、蕎麦屋の牛丼さんからです。こんにちは。スキヤの皆さん、こんばんは。こんばんは。YouTube、いつも楽しく拝見してます。ありがとうございます。何かと食にうるさいスキヤさんたちですが、グルメ企画が少ないのではないでしょうか。大食い、早食い、食レポ、聞き〇〇など、メンバーの食に対するこだわりを存分に見せていただけたら嬉しいです。特に
自分が見たいのは大食いです。ハンバーガーやカレーなど男子高校生みたいなケータリングが噂の81の所属アイドルの皆様なら日常的に大食いに励んでいることでしょうきっと見応えのある企画が取れること間違いなしです。いいですね。ぜひご一行ご一行ご一行ください。それではかな。だそうです。おー、確かにこれはでもリホさんの圧勝になりそう。確かにリホかコハじゃない。確かに。でもカマも結構食べるイメージあったんだけど私早いだけですよじゃあ早食いできるじゃん早食いだったら多分負けないと思う。食レポは？食レポはダメダメ。食レポは何さんとか。キキ丸々はいけるかもしれないです。え、わかんない。逆に何だったことないけど、アイスとかよくあるの。バニラアイス。あ、バニラアイス。え、キキ丸々とか。これは某カップ、うん、これは某ソーダとかいけるかもしれない。え、やりたい。ちょっとやってみたいな。やってみたい。 YouTube、 YouTuber っぽいキキ丸々とか。確かに。でもさ、スキーロさん確かに大食いのなんか素質はありそう、うん、だよね。マジでみんなでご飯行ったらありえない量頼むよね、うん、この間もなんかスタッフさんに連れてってまたお寿司とかも先にバーって頼むじゃん。で後からちょっときついかもなんか食べれる量自分たちで把握してないとかあるから。いけそう。いけそう。やってみたいです。やってみたいです。やってみたいです。やりたいです。食べる系の企画。食べる系の企画やりたいな。ミクさんもね、あれがあるから大きいの食べようみたいな。え、そうそうそう。あれ楽しみにしてるんですよ。大きいの食べたいんだよ。食べようじゃないか。大きいのを作ろうか。あ、そう、大きいのを作って食べたいの、私は。みんなで。あの企画楽しみにしてるんで。早くしたいです。え？はい。ということで、コーナーに行きましょう。ミクさん、タイトルコールお願いします。天川ミクのあるある発表できるもん。一般人とは一線を覆す隠す隠す。天川美久がリスナーからあるあるのテーマを募集し超共感できるあるあるを頑張って発表するコーナーです。はい、今回もリスナーさんからメールがたくさん届いているので早速参りましょう。はいはい、はい。ラジオネーム妖怪鍵開け小豚さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。スキードロップの皆さん、こんばんは。こんばんは。今年も年間の4分の1が過ぎ暑い日々に入ってきますね。はい、自分自身5月あたりくらいから今年の夏を無事に生き延びれるのかと思いつつ、うん、日々の生活を過ごしてます。そして天川美久さんにあるある教えてもらいたいんですが、暑い夏を涼しく過ごすあるあるを教えてもらいたいです。僕の夏を無事に乗り切れるあるあるを期待しております。わらわらわらとのことです。煽られてる何最後のわらわらわらは。めっちゃ草が生えております。うわ、煽られてますね。はい、これは煽られてる。何暑さを。これね、知ってたらね、行きやすいよ間違いない。夏嫌いならないよ。え、なんだろうな、ちょっと考えるわ。なんだろうな。夏は好きですか？夏は冬よりは好きです。意外。冬が苦手すぎる。意外すぎる。寒くて。ああ。なんか想像ついた、あの制服の下ジャージとか着てたタイプだ。着てたタイプ。想像つくな。寒いから無理なんだよね。なんか暑いの無理って言ってそうなのに。なんだろうな。暑い夏を涼しく過ごす。涼しく過ごさないといけない。なんだろうな、涼しく過ごすはい、まだですかね、涼しくでしょ。はい、涼しくでしょ。今年はもう暑いですからね。いや、もう暑いよね。今日びっくりした。なんか来たらみんな半袖で、私暑くて今日なんかそうよね、めっちゃ暑くて一人ずっと暑い暑いとか言って事務所で言ってたんですよ冷房つけましょうとか言ってたんですよでもみんなが半袖着てて、なんか昨日、
昨日明日は暑いって誰かが言ってたよみたいな。あ、じゃあね、天気に詳しい人が言ってたよ。天気に詳しい人が言ってたよ。何天気が詳しい人ってミクさんでしたっけ。じゃあ天気予報なんかつけたら天気に詳しい人が暑いって言ってた。違う。アナウンサーさんってことですよね。その人が詳しいんだ。お天気お姉さん。あ、でもこれ一個ミクやったことがあるやつをじゃあ一個だけね教えてあげる。いいですね。みんなにしょうがないから。では本当は教えたくなかったけど、お楽しみ。あるあるが思いついたら発表お願いします。はい、はい、では発表します。超共感できる夏を暑い夏をすご涼しく過ごすあるあるは、昼間にお風呂に入って乾かさずに外に出るです。なんでですか？乾かさず外に出がち。なんでですか？やっぱなんか濡れてると涼しいじゃん。うん、なんか風がちょっと当たるだけで涼しいじゃん。一回やったことあって、本当にもう本当に最悪の話なんだけど、ただ時間がなかっただけなんだけど。ただ時間がなくて、やばい、もう時間ない、もういいやって言って乾かさないで夏に外に出たら、ちょっと涼しかったの。ぜひ皆さんやってください。髪の毛も乾かさずに。だから髪の毛を乾かさずに。時間がなかった、本当に時間がなかった。いけますか？でも男性とかだったら、髪さえね。そうそう。なんかロングヘアはちょっと難しいかもだけど、そうだな、短髪だったらバッサバサになる覚悟で、そう、ね、バッサバサになっちゃうから、バッサバサになる覚悟でやってみてください。いいのかな、こんなんで。なるほど、こんなんでいいのかちょっと分かんないけど、まあ、次行きましょう。では次行きましょう。ラジオネーム、はい、バッタタヌキキリンさん、はい、あるあるさん、相方さん、こんばんは。こんばんは。私のラジオネームに何か違和感あると思いますが、何だと思いますか？え、そうです、しりとりになってるんです。へえ、バッタタヌキキリン、うとおしこうに。本当だ、終わってる。それより私は、うん、あるあるさん、相方さん、こんにちはの方が気になる。何あるあるさんって。あ、まだミクさんじゃないんだって思っちゃった。あるあるさんでやばい。あるあるさんって何って思っちゃった。芸人みたいになってる。そこに違和感を感じたんですけど、いきますね、読みます、はいはい、あるあるの申し子でもあり、しりとりクイーンでもある天川さんなら1秒で理解してることと思います。そんなしりとりクイーンの天川さんに、しりとりのりと言ったらあるあるをお聞きしたいです、よろしくお願いします、とのことです。いや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 、こんなんリンゴしかないよ。言っちゃった言っちゃった。え、しりとりのり、こんなんリンゴしかないよ。りと言ったらあるある、りと言ったらあるある、リンゴ以外でってことですかね。リンゴ以外で出さないと。言っちゃったからね。言っちゃったからな。え、なんだろう。でもこれから使えるかもしれない。これから使えるかもしれない。あるある、なんだろう、しりとり。でも確かに なぜかりから始まるよね、大体。うん、だってしりとり、りんごがもうマスト。マストだよね。マストのイメージ。でゴリララッパまでがマスト。わかるわかる。パンツまでがマスト。パンツ。やない。え、しりとりってなんでりから始まるんだろうね。うん、なんだろうな。リトル言ったらある。てか、なんでしりとりクイーンなんですか？知らない。あ、適当なんだ。適当なんですよ、この人は。なんか やったのかと思いました、過去に。スキー色の。いや、やったことないです。しりとり対決。つまんな。一回もつまんな。つまんな。しりとり対決。つまんなすぎる。平和すぎるけどね。なんだろう、しりとり。30分しりとりで終わるラジオもいいと思いますけど。あ、いいですね、はい、いいですね、確かに。暇つぶしで。確かに。この人でも続ける気ないよね、もう。バッタタヌキキリン。終わってるって、すごい。ダメですよ。終わらせればいいってこと？終わらせればいいな。り。り。まだ思いつかないとことで。悩んでる姿も可愛いですね。いや、やだな、やだな、ちょっと。なんだろうな、り、なんですか？リアルある。難しい。りってむずいな、うん。じゃあこれから、ミクが使っていきたい、あるある、にしよう。と思います。はい、それでは、発表お願いします。では、発表します。超共感できる
しりとりのりと言ったらあるあるは。りほちゃん、何歳になってもキョルルンピとかダウダウとか言っててかわちいねと言いがちです。おー、長いうまい。それでいきましょう。それでいきましょう。それでいきましょう。スキーロファンにしか通じないやつ。なんか無茶ぶりきたんですけど、無茶ぶりきた。ちょっとガチで2人でしりとりしてみて。ここでここで繰り広げるしりとり。この間なんか、花だよりの MV の時やりましたよね。あの寝てるシーンあるじゃないですか、あの俯瞰シーンっていうんですか、上から撮られてる、あれやりながら、みんな、ね、ちょっと本当に寝そうだからしりとりしようって。でなんか私なんかやっただいぶ弱かったですよね。弱かった。何だったっけ。なんかめっちゃ弱かった。なんか弱かったですよね。私なんだっけ、しりとりもできないのかよってなんか言われてた。言ってた言ってた。カマ、マジでしりとりできない。ちょっとやってみよう。じゃあ、はい、じゃありほちゃん何歳になってもじゃあちーねから。ちーね。猫、こぶた、たぬき、きつね、ネズミ、ミミズ、ズッキーニ、煮干し、シュークリーム、虫。今絶対シュークリームって言おうとしたよ。2回目ダメですよ。すいません。こんな感じ。はい、終わりました。みんなもぜひやってください、しりとり。はい、ではもう1ついきますね。あ、もう1個来たの。はい、はい、ラジオネームキングダムハーツさん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。天川さん、相方さん、こんにちは。こんにちは。 Z 世代が選ぶ上半期トレンドランキングが発表されました。流行った曲やコスメなどが発表されていました。うん、Z 世代でもなければ流行りの疎いだらしない腹の薄毛おじさんなので、ぜひとも Z 世代の気持ちのわかる天川さんに今年上半期のランキングを見てもらい、2024年上半期 Z 世代あるあるを叫んでいただきたいです。どうかどうかよろとのことです。何それ、すごい。私も見たわ。なんかちょくちょく回ってきますね、ツイッターとか見てたら。すごい。でもこれ全く分かんないところもある。だって結局何のあるあるだっけ。あ、上半期 Z 世代あるある。むずっ。 Z 世代あるある。え、なんかこれ何何何、どれどれ。あ、これ曲、曲とかアーティストとか。え、すごい。なんかこんな感じで。え、あるんですよ。誰とかなんだけど。いや、そうなんですよね。え、知らないんだけど、誰っていうのが何人か いるし、何これっていう。流行った TikTok とかも全部わかんない。知らなくてやばい。 TikTok は全部わかんない。一人くらいは知ってるけど、ね、YouTube も見ないから全然知らないし。 YouTube はギリわかるな。ギリわかる。あ、もう確かに、うちのパパにめっちゃ似てる。これわかんないけど。え、待って、だって流行った言葉やばくない？待って、これ楽しくて時間があっという間に過ぎちゃう。やばい、わかんなくてやばい。え、でも、あれですね。私たちが小中学生に流行った時の言葉がまた流行った。え、嘘？どれ？この6位のビッグラブとか。あー、流行ったっけ？え？プリクラに書きませんでした、ビッグラブって。え？全然わかんない。私だけだったみたいです。え、むずいなー。Z 世代あるある？いや、なんか知らないな、流行った言葉も。まあでもこれ、これ関係ないけどいけるわ。 Z 世代あるあるでしょ。いけますよ。では行ってください。発表お願いします。では発表します。超共感できる Z 世代上半期 Z 世代あるあるは、あのペットボトルの水をこんぐらい残しがち。言わない？これ。何それ。え、知りません？あのペットボトルあるじゃん、なんかこんぐらい、最後のこんぐらいを残してそれが溜まってっちゃうみたいな。 Z 世代が、はい、
それ残してたらわ Z 世代だみたいな、もったいないことしちゃうってことですか。そうそうそう、よくやっちゃうんだよね。やってそう。うわもう Z だ。でもそれは上がいるんで、さくらなぎさんっていう上がいるんで、ね、上には上がいるから。確かに、確かに、ね、一口残すから何でも。確かに。でもカマもさ Z 世代のあるある言っとく、うん。私もですか。なんか言っとこうじゃん。Z 世代、これを見て。わかんない。これを見て、ランキングを見て。それさ、発表されたの知らなかった、ミク。私たちって Z 世代ですか。めちゃめちゃ Z 世代だと思う。ですよね。なんでわかんないの？ Z 世代でも多分上の方なのかな、もう。これは多分 JK とかが選んでるってこと？ね。もう、おばはんよ。この資料を見て、みねみさんも私は Z 世代だ。それは絶対ないよ。2000年生まれだと思う。ね、ぐらいかと思った。え、ないよ、ないよ。ないよって言って。はい、じゃあこれを見て。あ、じゃあ、カマにもやってもらいます。じゃあこれ、この、では、はい、発表します。それでは発表します。超共感できる、2024年上半期 Z 世代あるあるは、どこの誰が選んでるかほんまに分からへんです。分からへん。誰が選んでるんですかこれ。関西弁で出た、しかも本場のやつ。分からへん。いつも思うんですよ、これどこで募集してるんですか。多分これうちらのためとかは多分もう分かんないよ、多分これ。うん、どこで募集してるんですかね。ちょっと送ってみたいわ、ね。てかさ、食べ物さ、これ何、これ。アサイボール知らないんですか。知らない。あのなんか紫のなんかあるなんかベリーみたいなやつが乗ってるヨーグルトと、知らない、なんかシリアルみたいなやつとかが入ってる。へえ、これめっちゃ楽しいから、これ後で語ろう。リボンパンって何？ん？リボンパン、あの韓国で流行ってる、なんか知ってんだけど。知っててやばい。この韓国で流行ってる。裏切りです。何おもろい。リリアルは、リリアルは、リリアル有名、リリアルは有名ですよね、うん、もうこれは。この間サイカオが切ってた、裾を切るでリリアルについて切ってた。マジ？みんなカシャカシャやってるんで。え、この流行った系はうちらわかるくない？大体。わかるわかる。猫ミーム、おパンチウサギ、ディズニー、パルパルーザって何ですか？これはあのミニーちゃんとかのパルパル？今ドナパルってドナルドのになってる。ランドでやってるやつ、パレードみたいな。いや、もうなんかもう全部ミニーちゃんみたいな。あ、そういうことか。今全部ドナルド期間が。そう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 。あれ、そんな名称があるんですね。そう、うん。え、これはいけるわ。これはわかるの、いけるわ。それガーチャーホンマごめんやでは何。何、初めて聞いたんですけど。何ですか。これ関西の言葉。流行った言葉。そうなんじゃないですけど、やめてください。これ関西の言葉じゃないの、これ。ほんまごめん。あ、ガチみたいな、違うか。それガチってこと？わかんない。ガチャーガチ？え、すごい。なんでチャオチャって言ったんだろう。それガチでいいじゃん。わかんない。わかんない。でも半数以上がさ、58%。怖い、おばさんにはわからないです。怖いんですけど。でもこれ南美穂が、あのこれ私も Z 世代だって言ったのは多分嘘です。これは嘘です。嘘です。嘘です。わかるのかな。ね、面白かった。ということで。天川美久のあるある発表できるもんでした。はい、スキーロちゃんラジオできるもんでは皆さんからのメールをお待ちしております。我々への普通歌コーナーメールをお送りください。メールの宛先はドロップハアットマーク gmail.com、 ドロップハアットマーク gmail.com、 全部小文字で DROPUHA です。 X でも感想をぜひつぶやいてください。よろしくお願いします。お願いします。あー、エンディング、エンディング、もうエンディング、早いな、ね、早いな。なんかめっちゃ思い出しちゃったんですけど、うん、このメアド DROPUHA じゃないですか、はい、この間スキー色でエゴさせてたら、うん、ドロップハーのなんかプハーがローマ字で、うん、ドロップハー英語でこの U がどこから来たんだって言われてて、めっちゃ面白かった。それ見た。確か
何ってなった。確かにドロップはこの英語で完結してんのになんで U 入れたんだろうって思って見たそれ、ね、確かにってなった。でも今まで誰にも突っ込まれなかったから、うん、不思議だなって思いました。確かに不思議でも覚えてください覚えてください U が入るんですよ、うん、じゃあ今日も MVM を1つだけ決めていこうと思います。何があったっけ今日の。まず普通お宝ですね。 MV のお話の人と、これなんだ、これは食べ物系やってみてのやつか。やってみてのやつ。これが Z 世代、うん、これがしりとり。いいですね。これが夏過ごすやつ、涼しく。なんか全部盛り上がりましたね。確かにめちゃめちゃ。どれがいいかなだよね。うん、でみっこもこれかなって思った。じゃあそれにしましょう。じゃあこれにしよう。はい、待って、どこだっけ、どこだっけ。じゃあ発表しよう。お願いします。はい、では今回の MVM はラジオネームキングダムハーツさんの Z 世代のあるあるのやつです。わー、おめでとうございます。キングダムハーツさんには、当選メールをお送りするので、そのメールを現場でスタッフに見せてステッカーをもらってください。もらってください。お願いします。お願いします。ではここでスキオドロップからの告知です。はい、もうあれじゃない、6月24日なので、うん、ファイナルが終わって、カマさんの生誕祭が、そうだ、生誕祭が6月30日日曜日に渋谷オーネストにてあります。イエーイ、夏めくと超楽しみ。青春を裏テーマにみんなに可愛くなってもらいます。やば、お楽しみ。あれめっちゃ可愛かった。写真、なんていうんだっけあれ、フライヤー。あ、そう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 、フライヤー撮ってもらったんですよ。めっちゃ可愛い。当日もきっと可愛いカマが見えること間違いなし。あとは夏染めが7月6日に幕張海浜公園 G ブロック特設会場であります。あります。夏ですね。夏だ ね、完全に7月入ったらもう完全 に、うんうんうん、あと大きいフェスがいっぱいあって。そうだ、ね、8月2日3日4日東京アイドルフェスティバル、うん、3days、 あと9月14、15、16へアットジャムエキスポもあるので、皆さん夏はスキーロちゃんと一緒に駆け抜けましょう。駆け抜けましょう。暑い夏、涼しく駆け抜けような。駆け抜けような。駆け抜けような。何でしたっけ？お風呂に昼間入って、もうそのまま濡れたまま、濡れたままライブに来てください。なんかやだな。生臭くなったりしないのかな？大丈夫かな？それはある。正直ですよね。絶対生臭くなりますよね。どっちを取るか。嫌なんですけど。匂いを取るか、もう涼しいを取るか。どっちか、もう。というわけで、今回はここまで。お相手は鎌下ゆいと天川美久でした。バイバーイ。バイバーイ。